知りたい？この動画を入れたらね、ちょんばけ？ちょんばけか。ちょんばけとか、シーン、ピッタってなるけど、まあほとんどの場合ですよ。奇妙なことですよ。ハッキングどころか盗聴されてるって、盗撮されてるんだよね。だって、家帰ってきた時々、鍵開いてるもん。まあもともとここ西浦長屋ですし、西浦が鍵に乗ってる可能性がある。まあ、元有力者じゃないですか。あれですよ。で、まあ、後ろの場所を伺ったりしてみたいんですよ。まあ、絶対黒やねん。まあ、それは、じゃあ、そんなやつらやねん。それは、罪と思ってんやつら。宗教のやつら。犯罪と思ってんやつら。宗教が犯罪をカバーすると思ってるやつら。犯罪を犯しても、宗教が救ってくれると思ってるやつら。まあ、絶対黒やねん。絶対あと犯罪者やん。絶対そうやん。明らかやん。うん、まあ、調べたほうが、調べたって。命令したから、調べる監視してから。そうかのことも、そういう、そうあらへん。まあ、警視庁、警察署も、そうかのやつらも、潜入してるようだけど、そいつらの身辺調査も、そこね、あと、そこへ、全部あの見たって。部下でもええから、まあ、そうかのことあかんから。警察とかね、そう、宗教がおったらだ、ね、政治よりもっと有識者だからね。だった公明党とかそんな紛らわしいことでごまかせる問題じゃない。政教分離どころの被害ちゃうからね。部下でも、上司も、スケートかけて調べて出てくる。それを速攻リークしよう。警察も動かんわけにいかん。